うん、チーム員のお弁当は特別。そんなことないですよ。たまたま本当にその日に公演があるだけで、まあ血からしてちょっと運がいいのかもしれないけど、うんうん、焼きそばも美味しいじゃないですか。うん、美味しい。あの多分、うん、ティッシュ、あれティッシュどこ行ったんだろう。あるや。55秒マッチングにしますね。マジでうちのティッシュどこ行った。落ちたのかな。あ、落ちてる。よいしょ。55秒マッチングでいきますね。やーやっほーはやばい。エゴちゃんかなこれやったの。今日お昼とかエゴちゃんがやってくれてた。私がリハしてる時に私の毛じゃないと思ったらエゴちゃんが触ってた。うん、難しい、合わなかったね。ちょっとあんまご飯食べたくないけど、ちょっと今日のは美味しそうなご飯だから食べよう。サンシャインのマックいいな。何なんだろう。カレーだ。え、カレーなんだけど。あ、みんなが言ったのミニカレーってこれか。カレー食べたいなと思ったんですよ、ちょうど。昨日食べたけど。うん。白飯じゃないよ。左が白じゃなくて、こっちが白。白じゃないの何って感じですよね。足りないんだけどカレーが。うん、チキンライス。これこれこれが気になった。美味しそうな。ビーフシチューみたいな。うん、うんうん、足りないな俺。うんうん、うん、これ足りないからチンしてもしてくる。大丈夫になった。チンしてくる。またチンだよ。何回チンする。電子レンジも持ってる。マジ何回チンすんのみたいな。お水飲こうかな。カレーの容器がめっちゃ汚れてる。なんかさ、次は30秒マッチングでいきます。終わってない人いたらごめんなさい。やばい、ポンって聞こえてる。ちょっとマッチングしたらすぐ取りに行こう。やばい、爆発しそう。
知らん。お、みんなマキコちゃん嬉しい。みんなマキコちゃん、みんな毎日配信見てくれてんの？嬉しいな。湯気やばい。うん、何これ、おいしい。これご飯にかけても絶対甘いじゃん。うん、はい、おいしい、決定。核です、決定。大富豪、今日どんちゃんも大富豪してくれてた。やるかとか言って隣でやってくれて、なんかその一押しを私にして一押しのおすすめデッキみたいな徹底したら、大富豪の100万円のなんかコスプレしてるオシリンが入ってきて、嫌なんだけどって言って笑ってた。うん、あのオシリンの写真本当に面白い。一時期みんな一押しにしてたもん。面白すぎて。一押しにすると出てくるじゃないですか、あのホーム画面みたいな。うん、カツラのやつ。最近 E の食事がおしゃれって、たまたまですよ。まあおしゃれな人におしゃれな食べ物がいくみたいな、そういうことじゃないですか。すいません。次は15秒マッチングでいきます。ごめんなさいね、めっちゃ刻んで。マキコパラダイス、マキパラ。パセリやばい。パセリって食べれんの？うん、うん、うん。サンシャインの、あ、ありがとう。サンシャインのキッチンカーのメニューですか？気になる？なんかあんま分かんないんだけど、まあお楽しみって感じですね。28日の公演、うん、1年以上ぶりじゃん。じゃあたのしもうね。
明された。足返すけどね。おお、いいじゃん。えい。またパセリ。絶対パセリいるけど、また食べるか。うわ、やっぱ上がられたな。倍だわ。うん、おいしい。最近はレンジが爆発したりしませんか？しょっちゅう爆発したらやばいやばいでしょ。なんだっけ、カレーにさ、よくあるじゃん。なんだっけこれ、ハヤシライスじゃなくて、ハヤシライスみたいな。次は30秒マッチング。いい。ひなちゃんもひこのことすごい好き。好きなの、あれ遊んでくれるなんか人みたいな。でも私しか遊ぶ人がいないから。でも遊んでくれる人はみんなにそうなんじゃないですか。みんなもね、遊んであげればね。遊んであげればねって意味わかんないけど、気づかなかったマキコパラダイスがいました。ナフメしようかな。近民だから、まあした方がいいんだろうなって思うけど、どうだろう。革命返されるかな。ごめんね、返されたら。うん、美味しかった、ごちそうさまでした。うん、あ、自ら返すパターンね。
まあでもよかった、上がれそうで。明後日のライブの練習があって練習しなきゃ、がっつり SK ライブパートがあるんで、夜公演は結構、曲やるか内緒で教えて言うか怒られるわ。この配信って残るでしょ。まあ残らないとはやっても無理だけど、何曲やる。いや結構やるよ。まあ結構っていうのもまあその人それぞれだから、結構はちょっと嘘ついちゃってなったら嫌だけど、でもいろんな、グループもいるんで楽しんでほしい。みんなにも、みんなに楽しんでもらえるように他のグループの方も考えてると思うし、他のグループの音楽グループのファンの方にも楽しんでもらえるようにも考えてるから、 100% そのなんていうの、難しいね。皆さんが普段っていうのもまあそれぞれ個人的にあると思うけど、みんな楽しんで、あ、やっちゃった、ごめんなさい。30秒マッチングにします。皆さんが楽しんでくれるはず、もちろんみんなももちろん楽しいで、他の皆さんも、他 SKE のことあんま知らない皆さんとかも楽しいはず、絶対そう。なんかさっきから引っかかってる気がするんだけど、ないか。はい、いきますよ、マッチング。明日は現地、明後日は配信、配信もあるんです。本当にと、そうやん。で、配信は配信だけの特別もある、現地では見れないものもある。うん、みんなマヒコじゃなかった、ピオスだった一人こいちゅんやった音玉だから一、ただ一つ言うと、こいちゅんやらない。どれにしよっかな、迷うな。懐かしい、やったな。好きな曲しかやんない。じゃあ現地行った後もアーカイブで配信見ると。そう、現地行った人も配信はちょっと見てほしい。逆にその SK のファンの人とかは結構好きじゃん、裏側とか好きだと思う。配信も、ネモハモですか。ネモハモはどうでしょうなんか SK の曲しかやらんと言ってるでしょ。楽しみにしてほしい。って言って来るの、来る人が聞いてる、ちゃんと来ないのになんかあらこと言ってる。どう、みんな来る、来るってか見る。まあ、来るが絶対よ、基本的には来るえ、来るよね、絶対来るよね圧急に圧ね、来るっしょね、来るよね。誰のことを一番なんちゃらもやらないやらないから安心して、
こんなこと言ったら本当に曲バラしちゃいそうだから、もうこれ以上聞かないでください。仕事か。仕事の人は配信見ます。はい、どうでしょう。仕事の人は配信見ながら大富豪します。はい、どうでしょう。だ、仕事だっつってのにできるわけないじゃんね。ね、そういうことだよね。全部配信で見る。ありがとう。ちょっと髪型何にしよっかな。はい、終わった。30秒マッチングでいきます。あ、30秒20秒にしよう。20秒マッチングにしよう。刻む刻むね。みんなからしたら一緒だよね。20秒マッチングにします。クリスマス仕様かわいいな。てかマジでクリスマスなんだけど、クリスマスなんですけど、わっめっちゃいいじゃん。マヒコ、マヒコのきらめき、マヒコのロマンス、やっぱかわいい。あ、妹、妹ちゃんじゃない。前なんか絵文字が一緒で、え、友達とかやったら妹だったっていう。妹ちゃん通じないかもしれない、みんなには。アイリーと遭遇したね。アイリー、アイリーもやってんだ。なんかこの間夜中に会ったらしくて、多分お前こう寝ぼけてて、あんまり。で、昨日もさ、もばみに送ったんだけどさ、絶対絶対ゴールデンベッドタイムウォッチ使ってる中で寝落ちした。てか今日奇跡的に起きれたんだよね。朝目覚ましもかけ忘れて、ほんと寝落ちしちゃって、何時ぐらいだろう、忘れちゃったけど3時とかだった気がする。3時は過ぎてたか。本当に本当に、なんか革命しちゃった。不合に不合と貧民さんなのにな。マイカ、マイカは手札良すぎるからみんながあんま良くないと見た。へーだよね、寝落ちしちゃうよね。もうショックなったんだけど、へーと思って。夜中に使おうと思いきや、これ最後のゴールデンベッドタイム落ち無理そう。ベッドタイム落ちゴールデンベッドタイム無理そう。夢の中で、いやー覚えてない。もう朝なんか物音で起きたんですよ。一人で暮らしてるのになんかザンみたいな落ちる音がして、髪かなんかが落ちる音がして、パッて起きたら、ええ朝、ええ昨日、え待って、で携帯画面ペッと押したら大富豪だった。寝落ちして起きれてよかったと思って。今日は25日のリハの日だから。コーヒーでも飲もうかな、また。ブログとかも全然やってないや、ごめんね。もばめ送るのでさえもなんかさ、この時間1プレイできたのになとか思っちゃう。なんかそうやって生きてる、悲しい。お風呂入る時もさ、いろいろなんかお風呂入ってこうやってまったりしてる時間で何回かプレイできたのにとか思っちゃう。次、5秒マッチング。5秒でマッチングしますね。00秒はいそうだから。5秒。
やった、こちらこそありがとう。あんま入ってこないな。私はタイミング悪かったかな。全然いなかった。5秒はちょっと5秒は厳しかったかな。価値確信。なんかさ、これもまた私のさ勝手なあれなんだけどさ、ゴールデンペットタイムを使うとさ、手札めっちゃ悪くならない？急に。しかもさっきまでめっちゃコンピューターとかの、アカウントとかだったのに、急になんか普通にみたいな。なんで私パスをしたんだ、意味わからんな。革命しやがって、革命返してやる。どれにしようか。返せないか。あるある。そうだよね。なんで、なんなの。革命返しするしないんかい。革命返したい。ないか。ね。きっと。やばすぎ、上がられちゃう、無理無理。手札めっちゃいいのに。悲しい、絶対上がれないんだけど。どうしよう、あと1枚なのに絶対上がれない。こっちみんな手札1枚だった。ちょっと十字になったから、落ちるわ。みんなと会える方が絶対いいもんね。ゴールドパス入ってるとさ、ランクとかも上がりやすいの？なんかいつもゴールドパスのこれつくんだけど、最初の血管とこに。なんかプラスになってるのかな、ゴールドパス入ってるだけで。よし、この後は45秒マッチングでいきますね。45秒マッチングでいきます。あ、奇跡になった、わーい。だってわーい、私もわーい。やっぱ全然来ないじゃん。こうやってウォッチ使った途端だよ。あ、でもハピネスがいる。やったー。
良すぎなのよ。これは良すぎのよっちゃん。今から回します。一緒に頑張りましょう。嬉しい。味方がいるのが嬉しいです。どんどん回していこう。だって明日明後日は絶対今こうゴールデンベッドタイムこそもそうだし、絶対一日中そんな暇がないわけ。まああるっちゃあるかもしんないけど、ないじゃん絶対に。お尻押しがマイク、そう、なんかお尻押しの人何人かいらっしゃってくれてて嬉しいです。クリスマス多忙人間なんで、あと明日の練習も、今日はちょっと配信をしてたらちょっと明日の練習もやって、なのでだから明日明後日はちょっとみんなに託してもいいですか。私の分までプレイしてほしい。全然合間とかでもやるんですけど、配信まではできないと思うんで。すまぬというか、もうなんというか。だから、ああ、まきこちゃん仕事頑張ってんだなって思いながら回してください。皆さんも回し放題ですいいように言ってるだけ。回し放題ですよ、回してください。それで言ったら別に今も回し放題、別にいつだって回し放題次は30秒です。全然来ない。どうした ?30 秒って私タイムだと思ったんだけど。全然来ないじゃん。どういうこと ?1 なんだけど、ずっと。2、3。いや、絶対これ、全然違う。まあ、頑張るか。頑張るか。いや、あのスタンプいいよな。てん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 。わあ、手札割れる、こういう時に限って。なんで？なんで手札割る割る。ちょっと遅れ気味に押すと、あえて遅れちゃダメなんだよね。私は遅れちゃダメなんだよね。私がルーム作るから、そもそも。みんな大富豪、それはそれでいいじゃん。みんな大富豪なの？
しみになってきた。明日結構不安だったけど、みんなと練習して、うん、ああいけるかもって思った。次は刻みますね。ベッドタイムなんで、私の中での55とかにやりたい。55秒マッチング目標。早く終わってほしい。いけるかな。いけるいける。55秒マッチングね。みんな準備しててください。どう？入ってきて。2だ。大丈夫かな。お、どう？あ、あーでもおしりんパラダイス。今回は斉藤って書いてある今回は斉藤。私のカードに、あ、生かした符号だけど私のカードだ。いいんじゃない。ありがたい。楽しみだな。明日終わったら練習しよう。もう終わんない。練習しながら大富豪も、大富豪しながら練習とかもするよ。でも携帯片手に2種練習したから全然するんだ。ゆずきちゃんと当たった。みよまると当たった。やっぱこの時間、この時間っていうか普通に1日通して当たるよね。私もよく当たる。攻めるなこの人。うわ、どういう感じ。ちょっと流れを変えていただきたい。お、いいよ。やば、まさかすぎなんだけど。めっちゃ手札よかったはずなんだけどな。悲しすぎ。他のお二人もびっくりしてると思う。よし、次は55秒マッチングでいきます。今いつの間にかめっちゃランキング落ちてる。5位とかにいたのに。大富豪グランプリみたいな、あの生かしたやつ。来い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 。どうでしょう。ないけど、あ、マキコのカード。エゴユーな神よし、マキコのカードだ。嬉しい。
ありがとう。当たったね。大富豪だけど手札が弱そう。頑張って、頑張ります。今日はもうなんか眠い。かわいそうじゃん。大丈夫？乾く。うわ、都落ちしたん。すごい長い戦いだったの、ほんで。次は45秒マッチングでいきます。都落ち、悲しすぎる。さっきまで全然さ、なんないのにさ、都落ちのとこめっちゃしてさ。45秒マッチングでいきますね。みんなとマッチングできますように。45秒です。入ってきてー。どうぞ。お、どう？マキコパラダイス。マキコパラダイス。これできたらお湯沸かしに行こう。睡魔がわしを襲ってくる。風だ。よし、ちょっとコーヒー入れてくるわ。でもまだコーヒーいらないんだよね。なんていうの？お湯沸かすだけだから。
はね、ちょっと楽しみな企画があって、私も楽しみなんですよ。よし、次は55分マッチングでいきます。いや、ごめんなさい、55秒。へへ。どん。誰も当たんなかったね。55秒マッチングの誰か指令者でも他にいるんかってぐらいスッと入ってきたのに。まあでも会えて嬉しいってやっとくから。ここはやっぱ相手嬉しいっていうスタンスでいきますからね。そう。よし、上がり。コーヒー入れてこよう。こんばんは。次は次5秒。どう？ 5 秒無理か、15秒だね。15秒マッチングでいきます。15秒マッチングでいきますね。みんなそうだ。これはみんなそうだろう。こんな勢いよく入ってきてくれたら。マキコパラダイス。みんなではないな、でも。し、やるぞー。あえて嬉しいスタンプ、多分エゴちゃんより使ってる、私。そういえば。
ってあげたいな。これで勝てるかな、大貧民の斉藤さんは。おいしい。猫舌じゃないんですよ。まあ確かに上顎とかよくやけどするんですけど、そのせいで。猫舌じゃないから、コーヒーとかもマジ熱くても飲めちゃうから、なんか何にしても早い。食べるのもそうだし、飲むのもそう。味わうっていうよりかはもうなんか一回潤したらなんか乾くの早くなりません？なんか一口だけ飲んでなんか結構飲み物飲むっていう工程を何かしながら飲むっていうことあんまなくて、飲み物飲む時っても飲み物みたいな頭脳なんで、だからカバンの中にお菓子とかもなんか一日通して入ってることないんですよ。もう一回開けたらその場で その場っていうかそれで食べるみたいな。普通じゃないのかな、違うのかな。なんかそういう感性の人感性やばい。感性とは、共感してくれる人いませんか。あんまり手札良くなかったのかな。ね、開けたら全部食べちゃうよね。あ、よかった。共感者。共感者多し。次は55秒マッチングでいきますね。ゴールデンベッドタイムが終わりそう、私の。全然いない。ココナパラダイス、モモダンパラダイス、兄ちゃんのときめき。拍手チン。ごめんなさい、抑えもせず、家だからって抑えもせずごめんなさい。本当に行儀悪い。みんなの中のさ、クリスマスソングといえば何ですか？ SKE の歌以外、カンガルーとかはもうそう当たり前なんだけど、 SKE に出会う前とか、まあ、よく聴いてるクリスマスの歌、クリスマスといえば歌、クリスマスといえば歌やばい。恋人たちのクリスマス、愛の塊。あー、恋人たちのクリスマス、愛の塊、同じこと読んでる。
レイジーケンバンドのクリスマス大嫌いなんちゃって、いつかのメリークリスマス。ラストクリスマス有名ね。誰の何ってちょっとやってほしい。クリスマスソングってなんか結構歌のかなんかなんかタイトルとかってよくありげじゃん。バックナンバーのクリスマスソングか嵐のウィッシュ、トムのラストクリスマス、稲垣潤一のクリスマスキャロル。ああ、まだ一人ぼっち。ああ、なるほどね。世代がわかるね。ジングルベル。そらそう。次は、ちょっと、多分これウォッチ追加しなきゃもう終わっただろうな。あ、まだやってるわ。次55秒からやりますね。マックスの一緒に、サイレントラブ、チキンライス、ボアのメニクル、わかる。ぽいぽいぽいってか、そうだよね。ぽいって何、それはそうでしかないでしょ。55秒マッチングだよ。スピードのホワイトラブ、うん、わかるわかる、私もわかる。果てしないだよね。わかるよ。すぐ来た。えい、全員マヒコは。うう。山下達郎さん多いね。山下達郎さん多い。そら有名。そらそう。が手札悪いけど全員マヒコだから大丈夫。目つぶっても勝てる。果てしないは世代じゃないけどわかる。有名だもん。でもテレビでやってたの見た覚えあるよ。ちょっともうでっかい手札出しすぎたから、もうゴンチミチン出してるから、みんな助けて。無理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 、出していけない出していけない、やばい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 、ない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 、やばすぎ。オッケー、もうこれが一番強い手札です、自分の中で。無理無理。そう、皆さん偉い。何なのこれ、もう優しい世界なの。もう会えて嬉しい。ぴったりしたいクリスマスね。いいよいいよ、わかるわかる。え、あーやばい。頭の中ほとんど彼氏だ。懐かしい。なんていうもんだろうこれ。みんなありがとう、大富豪になれたよ。頭の中ほとんど金しやっぱ美味しい。もう早く飲みすぎ、飲みすぎなのよ。イーガールズのメリーメリークリスマス。あなた私のじゃないの、それはスノーマン、なんだっけ、なんタイトル、スノーマンスノーマンって言ったけど、何のタイトル、これこれかな。 I love you って来てんだ。ありがとう。 I love you too。 ん、英語で返しても意味ないんか。サランヘイか。次はちょっと待ってね。
っと待ってね、イットエンドランみたいに言っちゃう。それはミスタースノーマン。違う曲。あ、君にメリークリスマスか。間違ってててててじゃない？だね。だよ。いやー、次は25秒マッチングにします。早っ。5秒早い。5秒でも早めていくパターン。25秒マッチングにします。パラダイスいる。今みんなにクリスマスソングは何ですかって聞いてたんだ。クリスマスソングっていいよね。これはそう。やったな、ミッドナイトで。背の高いサンタクロース。恋人がサンタクロースって歌ったよね。昔、隣の綺麗なお姉さんはだっけ。クリスマスの日私に言った。あのね、でもね。忘れちゃった。この時期はクリスマスパーティー友達するからめっちゃ楽しいね。楽しいよね。私も去年一昨年かな、クリスマスパーティーした。竹内まりさん、クリスマスは今年もやってくる。楽しかった出来事刻んるように。イベント交換会してないわ今年。クリスマスじゃないからしなかったな。クリスマス公演だったら結構毎年やってる、みんなと。次は15秒マッチングです。クリスマス公演じゃないね。15秒マッチングです。ティリティンティリティ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 リティティリティ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 
マッチングが全然来ない、全然来ず、今もう30秒迎えようとしてる。わお、みんな間に合わなかった、みんな大富豪、そう、そういうこと。で歌う曲じゃないわ、疲れた、今めっちゃ高い。つぶし風を追い越して、はあ、高いな。雪の街から来た来る、どっち、わかんないや。恋人はサンタクロースで終わり。じゃんじゃじゃん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 、結構ふてふたの悪い、誰も助けてくれる人がいなめな、クールか。えい、電気確認。私の予想は次は55秒と見た。ももクロちゃんもあれでしょ、サンタさんじゃない、クリスマスの曲わかるよ。ごめん、45秒にしていい、次45秒マッチングでいけそう。45秒マッチングでいきます。お、どうだ、マキコの奇跡。うわ、どうしよう、おー、よかった、上がれた、やった、
かったらネイルしようか。クリスマスネイル。お風呂すぐ入ろう。今日は。今日はもうすぐしてくれたって一人だもん。昨日はさ、3人、あれ3人、2人とさ、1匹か。あれは3人。次は5秒マッチングにします。ね、なんか栄え袋みたいなやつ、なんなの、お守りみたいな。あ、マキコのきらめきがいた。あ、負けても大富豪グランプリのポイント使った方がいいの。どういう時に使えばいい？やばい、恋人さんのところで頭が離れない。うわ、負ける、なんで、素直にえんで使う。起きろ、お風呂入ったら目覚めるだろう。次は30秒マッチングでいきます。あ、起きろ。寝癖とかさそうかな。ね、財布出しよう。30秒マッチング。スマイル 40EX バリサメそうめ。うわやば、
うわー、マヒコの奇跡とマヒコ推し、いいわ。いい、これいいわ。やっちゃった、まあいっか。優しいレオナちゃんのファンの人絶対あるっていうのに。勝てた。大富豪。急に今日も可愛いねの話題になるんだけど、みんななんか一緒にいるの。今日はちょっとメイクが薄め。わかんないよね。アイシャドウの色が薄めです。ないか。次は55秒マッチングだと最高、最高だけど終わりそうになかったら、55は無理だ。15秒マッチングにします。15秒。あ、入っちゃった。ごめん。言うの遅かったかな。うわ、こっちとらいない。いるわ。一人いらっしゃった。称号がないけど。本当にたまたまあったのかな。書類見てたのかな。革命しよったな。出すね。革命返ししたい。
しろ。いいが目がいいし、ね、やばい、目が落ちていく。マジで落ちちゃう。優しい世界だ。大富豪。寝てる場合じゃない。うん、上がるんじゃないか。次は55秒からやりたい。55秒マッチングです。15秒マッチング。いないわ。なんでこんな眠いんだろう。コーヒー飲んだのになんでこんな眠いんだろう。目薬さすか。公園追いでもこんな11時に急に眠くなることなんてあんまないのに。寝てる場合じゃないのに。夜は歴史を変えると言われるんだ。変えようじゃないか。次は15分飛びたい。
15分でやりたい。やりません、15秒、15秒でやりたい。誰とも会わない。悲しみ。会えて嬉しい。昨日そういえば明日発売されるグッズとかモバイルくじ解禁になったんですけど、どうですか？カラフルな T シャツ可愛いですよね。 SK はもうこれは残念ながらってわけじゃないけど、本当いつものオレンジ、いつもオレンジなんだけど、これはうちらも着るから分かりやすくしてくれてるっていうのはあるんだと思うんだけど、よかったらみんなもぜひ来てください。会場にあオレンジの人いるって見つけやすくなると思うし、あこの人はどこ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 さんのグループのファンの方なんだっていうところも分かりやすくなると思うし、あもう前6時で T シャツ当たりました。黒はタレントさんよ。黒申し訳ない、黒は私用申し訳ない、黒は私用です、私たち用。すみませんね。黒の要望が多いんだね。今回なんかアプリで購入するっていう感じなんで、事前に名古屋大名古屋名古屋大感謝祭のホームページにちゃんと記載されてるんです。事前にちょっとアプリをダウンロードして物販の方に行っていただけるとスムーズだと思います。あー負けちゃったー。モバイルくじの景品とかもめっちゃ可愛くて、なんか当たりました皆さん。絶対なんか当たるんだけど、マスクケースとかも欲しいって思ってる私が。そうメンバーのトークみたいなとかもあって、私は何人かのメンバー4人ぐらいで一緒だったりしたんですけど、それも当たってやって方とかもいらっしゃいますか？はい、次はあと4045秒にマッチングしますね。もうゴールデンベッドも終わっちゃうわ。45秒マッチングでいきますね。モバイルくじね、本当に
しい。だから9時ってマジで全然来ない。あ、マキコのロマンスです、ありがとうございます。読書も大事。こんばんは。大富豪で終われそうだ。ありがとう。いいアシストをしてくれました、本当に。会えて嬉しい。今から行きますだって待ってまーす。もう上がりそう。イエーイ。あ、そんなことないか。そんな簡単ではなかったね。今革命すると思った。次は55秒マッチングでもいいですか？55秒。あー、ゴールデンブッタイム終わっちゃった。あれ、誰も来ないな。あれ2から動かない。マッチング2。あれれれ。マキコの奇跡。ありがとうございます。こんばんは。
考えてた。革命返せる？返せなさそう。しすぎかな。あんま聞いてないのかも、もはや。うわ、目開ける方がなんか空気入る方が。20秒にしよう。20秒にしようと。目薬は2時間ごとにって言われた。マジで刺しすぎじゃん。ごめんなさい、1時間以内に3回も刺しちゃったよ。嬉しい。激推しですか。メグリズムしたらもうこう目つぶっちゃうじゃん。起きないでしょ。なんか楽しい話する。まあ大富豪だ。楽しい話。楽しい話なんだろう。明日はケーキとか食べるのかな。
もう食べるっていうスケジューリングは特にない。楽しい、最近楽しいことか。なんだ。次は。やばい、めっちゃライン溜まってる。これ仕事ラインだよな。一瞬だけちょっと見ていいですか。うわ、やっぱこういうのに入るとすっごいライン。実行委員会みたいなラインがすごい、もう確認したいけど、いやなんで。どっちに繋がるんだろうこれ。大丈夫です。大丈夫かな、これ確認をした。台本は終わってから確認する。 OK、 15秒マッチングでいきます。間違えた、マッチングしちゃった。15秒マッチングでいきます。
がボーナスされてんの？今更の話して申し訳ないんだけど何がボーナスされてんのかな。特典ポイントコイン。ハクちゃんごめんなさいごめんなさい、あ、間違えた。ライン来てる。いけるかな、これ出してカードレベルアップされるやつ。うん、じゃあ正直ポイント数は変わんないってことになる。ねえ、そうなるよね。まあでも出さない限り、うわ、ポイントは変わんないんだ。出すけどお願い。ジョーカー持ってませんよ。わ、それよりもだ、普通に持ってた。ジョーカー持ってませんよね。貧民あたりがマジでジョーカーとか持ってませんよねみたいな気持ちになる。ずっと対戦、こちらこそありがとうございました。次は55は無理だね。10秒マッチングでいきます。10秒もいけるけど15秒だね。15秒マッチングでいきます。こい全然入ってこない。全然入ってこなかった。まあしょうがない。よし、こういう時に限って手札悪かったりするんだよね。ねえ。悪いか、まああんま悪いとはない。パスしてくれてるのかな、これは。え、みんなしてくれるの。泣き、あえて嬉しい。あ、もしかして優しい世界だ、ありえない。 3、2枚出してパスだなんて優しい世界すぎる。まあ一応出すよね。ちょっと一回出してみるよね。
優しい世界すぎる。誰も誰一人巻き子なんちゃらでもないのに、ありがたい。会えて嬉しい、みんな会えて嬉しい。いや、配信もリアルタイムで見てないような人たちだろうな。みんなありがとう。目薬しちゃダメだから、2時間に1回だからね。2時間経った、あれから、あれからさっきのあれから2時間経ったかしら2時間経ったってことにしといてもね、したらそれはそれはね、それはそれはね、だって2時間経ったってね思えばいいんだもんね。思えばいい思う。数分前かとマジレス。よし、次は20秒マッチングにします。来い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 。どうだ、うわお、いないね。まあいない時もあるよね、そういう時もあるよね。無添加のコンタクトレンズよ。無添加かどうかっていうのはちょっとわかんない。スマイル 40EX よく聞くよね。スマイル 40EX じゃ、なんていうの、スマイル4なんかないっけ、そういうコマーシャル。スマイル 40EX だけか、別にリズムはないか。これです、お気に入りってわけじゃない、たまたまこれ。買っちゃうよ。スマイル40、スマイルコンタクト、違うな、思い出したすぎて、うん、こんばんは。それ40歳以上よ、マジ。あ、 40EX ってそういうこと。え、27なんだけど。え、40歳以上なの、そんなこと書いてなかったよ。40ってそういうこと？え？マジ？
まあいいか、死ぬわけじゃねえし。信じるのは違うんかい。40っていうのはそういう成分が40個とかそういう感じかな。わからん。落ちてきます。はい、落ちてきましょう。次は10秒でいきます。10秒。10秒マッチングです。あれ、全然来ないな。あれ、だけどいないね、いないね。エゴちゃん推しがいるから会えて嬉しい。使おう。初見です、ありがとうございます。2位についたんで大富豪してます。今日公園行ったよね。ありがとう。大富豪、大富豪してます。ゴールデンベッドタイムウォッチが便利なのでぜひ使ってください。便利とか言っちゃう便利なので言い方悪い。ゴールデンベッドタイムウォッチというものがとても便利なのでぜひ使ってください。悪気なく便利なのでっていう言い方悪いよね。おお、そうなんだなわけ、便利だけど。言い方だよね、言い方が大事。やっぱ何にしろ。はじめまして。言い方が良くないよ。そんなこんなことしてない。言い方が良くないね。45秒、次45秒です。全然来ない。2、
まだに永遠になんだけど、みんな私のとこ入りにくいのかな。34、あ、エゴちゃん推しの人だ、会えて嬉しい、おそう。ちゃんショールームした、そうだったんだ。どうしよっかな、どうしよっかな、ヒットエンドラン。めっちゃ大富豪してくれてますが、いつも対戦したことない。時間合わせたら多分できるよ。やりましょうよ。眠っちゃいそう。あとちょっと、あとちょっとだから、あとちょっとだから頑張って。私明日のタッチショーとか見る？もうそれバッキバキになるから。みんなに見せるわけじゃないよ、私が見る。みんなには見えないでん。匿名は言わない。立ち位置を教えるわ。多分これ何番だっけ。4.5、まず4.5 から動いてまた 4.5 で入れ替わって4.5で、次は3打ちぐらいかな。わかるわけねえ。わかるわけないよね、みんな。何の曲かもわかんないのに。この曲はちょっとまあむずいかな。わかるもん、みんなでも結構食いついてくる。そう、上下もそれもそれあるよね。みんなは上下とかで見るの？だって見てる側に上下ってなくない？なんていうの、概念が。もう少しヒントを。みんなはじゃあどこに座るのか教えてよ。次20分、20分マッチングにしない、20秒。みんながどこに座るか教えてよ。20秒マッチング、マモです。見て後ろの方。劇場でずっと見てるから上下言う、あ、言うんだ。上手の最前座ってきたみたいな、そういう感じ。いるかな。うわ、いない。ちょっと待ってね、コメント読みたいんだけど、ちょっと待って。
タンディングと向こうら下手に行きがち。ええー、そういうのもあるんだ。そっか、オールサンディングってことは自由席みたいな。もう入ったらやりますみたいな。うわ、ちょっと結構座席とか言うと伏せ字とかになっちゃうんだ。こうやってコカコートやってるとすぐ大貧民とかなっちゃうから、気をつけないとね、気をつけないとダメだね。うわ、やばい、絶対これもう仕掛けてきてるじゃん。うわ、もう大貧民、ほら、もうコカコートやってると。ちょっと目覚めたからいいか。次は15秒、どう？15秒マッチングできる人はやろう。もう本当に詰めるよ。うわ、15秒マックは無理だ、ごめん、ダメかも、間に合わないや。30秒、行っちゃった人はごめん、30秒にします。間に合わなかった。一生お疲れ様でしたって。お疲れ様でした。初見さん疲れてるように見えちゃうかな、ごめんなさいね。もうお疲れ様でしたって、まあ普通に言うか。テリテティン、何ダンスって感じ。マジ緊張してきた。明日だ。明日ですよ。ちょっと明日なんだけど。緊張する。マイクさんでも緊張するんですか？とかキンクでお願いします。緊張する。歌ってもいいよね、やかましい。
やっぱ新しいことをするっていうのは緊張しますよね。なんかなんていうの、劇場公演をする緊張とかとはまた違うというか、やったことないことするって緊張する、やっぱり。なんか普通になんかうまくいくかなって感じ、すべてが。別にリハとかもやってないし、その全体を通したリハとかも。だから今頭の中ではこうイメージできるけど、本当にこれが、次30秒マッチングでいきます。楽しんでもらえるかなっていうのもあるし、マッチング、マッチング間もなくで30秒。誰も来ない、誰も来ない、誰も来ない。キコパラダイス。まあ反省点とかはあるだろうけど、きっと学習と思ってね、そらありますがな。頑張りたいな。やっぱ半年は言い過ぎだけど、もう下半期ほとんど注いできたので、このイベントのために時間を。だからね、なんとか成功させたいとは思うんですけど。収録じゃなくてライブだから、まあライブ、確かライブだけど、終わる時間が来れば終わるっていうのはちょっと違くて、その時間尺とか自体はやっぱ基本的にやっぱ MC だから、その9時で切れますとかそういうのじゃないんですよ。9時で終わりますとかじゃないから、そこの辺の、まあ大丈夫なんだろうけど、大丈夫なんだろうけど、まあ、分かんないよね。そうだよね、ごめんなさい。やばい、もう上がられちゃいそう。ごう様に。やる。助けてくれてんじゃん。イェイ。行っちゃってる。イェイ。ありがたい。まさかの。1枚ずつだと思うじゃん。ごめん、やってくれたのに申し訳ない。出さなかったらよかった、最後まで。30秒マッチングでいきます。30秒マッチングでいきたい。
チングマッチングマッチング。しまった。メリークリスマス2021。あー、いいクリスマスになりますように。いいクリスマスに、いいクリスマスになりますように。楽しもうね、みんな。の斉藤真希講師、小出真希子の奇跡じゃん。奇跡とかもらってもやんなさそうな。ワードへにしよう。うわ、ちょっと手札弱い、弱いな、助けてください。勝てるかな、勝ちたいな、勝ちたい勝ちたい勝ちたいな、勝ちたいな勝ちたいな、勝ちたい勝ちたい勝ちたいな、出すんかい。出されちゃう。やば。出さないで、お願い。でひとまずラストか。そうだね、あと5分もないんだ、意外。あっという間だった。めっちゃ眠かったりとかしたのに、みんな見てくれてありがとうございます。とりあえず明日クリスマス三昧、大名古屋か大名古屋ビルジングって言っちゃう、全体名古屋大感謝祭、朝クリスマス三昧です。皆さん楽しみして楽しんでほしい。ゼップ名古屋で会えない皆様も配信でぜひ見ていただけると嬉しいです。はい、あ、頑張ります。英語ができないのが心苦しいけど、みんなを信じて。ありがとうございました。何日も何日も一緒に配信見てくれて本当にありがとう。本当にありがとうだし、ありがとうありがとうありがとうとか、もうみんなありがとう本当に。次一回マッチングしますね。45秒にマッチングします。こちらこそ本当にありがとう。お休まないけど、私もやることある。ほら、大富豪もするし、するしだって頑張るので、この後もみんなで頑張りましょう。ここまで来たから頑張ろう、最後まで。ではマッチングしますね。45秒マッチングなんで、あ、お願いします。当たりますように、最後もみんなと。まだあと1分あるのか。あ、頑張ります。あら、悲しい、誰もいなかったわ。ゆるもお会いしたらよろしくお願いします。あ、頑張ります。見ててください、みんな。明日は配信とか現地とかでも
優しく温かく見守ってくれると幸いです。優しく温かくって意味わかんないな。あー、どれにしよう。あー、難しいな。これでいいか。はい、というわけでもうすぐ本当に30秒もないぐらいなんですけど、ずっと楽しみにしてたんで明日は頑張ります。じゃあね、おやすみなさい。あー、緊張してきたありがとう。この後もよろしくお願いします。バイバーイ。